地球上の海洋及び陸域の基礎生産量九百九十七年九月から九百九十八年八月まで NASA-CYFS より基礎生産とは光合成や化学合成によって炭素を含む無機物から有機物が生産されることである炭素固定能力を持つ独立栄養生物が基礎生産を担っており今日の地球上では 陸上では植物、水域では植物プランクトン等の藻類が主に該当する。これらの生物は生態系の一時生産者として食物連鎖の規定を成している。海洋学や陸水学で使われる基礎生産という言葉は主に植物プランクトンが日光のエネルギーを利用して水中でバイオマスを生産することを指す。微小草類の細胞は専毛虫や カヤシ類、オキアミ等の動物プランクトン、アサリカキシジミ等の貝類、カタクチイワシ等の小型魚類をはじめ、多くの生物に消費され、有機物とエネルギーを供給する。基礎生産量は、主に3つの手法で計測される。最も一般的な手法は 14C 法で、異なった、いくつかの培養期、異なった、いくつかの時間単位で測定する方法である。培養時間により、 総基礎生産量と純基礎生産量を見積もることができる。総生産量は呼吸による損失も含まれているため、純粋に光合成で合成された有機物の炭素量を見積もる際には、総生産量から呼吸量を除いた純生産量を求める。純基礎生産量は短い培養時間で見積もられる。培養中取り込まれた 14C は、 呼吸という器物の排出の際に減少するが、短時間の場合その減少量は限られるためである。一方、培養時間を長くすると、その排出過程は大きくなり、取り込まれた炭素同位体が、その後呼吸によって消失する割合は10から60%で、環境条件と種の違いに応じて変化する。基礎生産は複雑な過程であり、 自然の炭素フラックスを海洋システムの中での見積もる際には厳密な注意が必要である。AB フルや県海洋における植物プランクトンの生理生態と物質循環における役割に関する研究海の研究24土井10.5928海洋24.263ありがとうございます。